皆さんこんにちは、フラリーパッドです。はい、いつも応援をありがとうございます。ありがとうございます。はい、ビデオメッセージ、本日は4月18日です。はい、4月2回目のビデオメッセージです。そうやね、はい、はい、最初頭の方に確かやりましたね。はい、ね、桜が綺麗かね、うん、みたいな話をしてた。今上が、上がるっていうのはね。上が、ビデオ上げたと。ビデオ上げたね。はい、は桜の話してましたね。桜もね、そうそうそう、もう散りましたね、うん、京都は。そうですね。寒なってね、また寒なってね。あの時ちょっと異様に暑かったからね。そうですからね。それでちょっと桜の開花が。この数日めっちゃ寒いよね。寒いですね。はいですね。まあ春らしいといえば春らしいですね。なんか風邪ひいてる人が多いみたいだから気をつけると。あ、そう。うん、まあ風邪もそうですけど、またコロナもね、増えてるからね、ほんとね。まあ、風邪なのかコロナなのか、はいはい、分からん感じよね。あ、なんか、怖いですね。風邪ひいたら、なんかコロナに間違われそうだね。そう、だから、まあ、もうほんとね、気をつけて、ね、まあ、できるだけ接触を避けてですよね、ほんとね。そうそう。まあ、はい、予防はね、しっかりして、うん、手洗い、具合はね、はい、基本ですね、マスクしてね。はい、そこ、私も過ごしてますけど。過ごします。はい、はい、皆さん、気をつけてくださいね。はい、気をつけてください。はい、まあ、前回のビデオメッセージで、今度は、あ、そう、ライブしますって、おこなさんのライブしますってね。そうね、まあ、それ終わりまして。祝賀は。はい、祝賀はね、はい、無事に終わりましてね、ご来場いただいた皆さん、本当にありがとうございました。したね、盛り上がってよかったですね。はい。で、その後、あ、そうそう、ラジオ始めますっていうから、ラジオ始めたんですよね。始めましたね。ね、多分これ、聞いてくれたはる人が多いんちゃうかなと思うんですけど、これを見てくれたはる人は、ね、本当にありがとうございます。なんか、結構評判がいいというか、ね、そうなんですよ、これね、いや、これ、まあ、こんなこと言ったら当たり前なんですけど、ね、いい声をね、あまり今のところね、悪い声が出てきたらいいですよね、逆にね。あ、そうやね。それぐらいこう、増えてくると、ね、今はまだこう、本当にね、こう、僕らも結構ね、こう熱く応援してくれてある人が結構言ってくれてはるから、そうそう、でもなかなか楽しげに喋っててよかったよという感じなんで、またちょっと第2回もね、はい、そちらの方も続けていきたいなと思ってます。はい、ですね、はい、放送部ですね、はい、な感じですね。はい、はい、まあ、4月後半、うん、そして5月もちょっとイベントとかライブはね、うん、ないですね、今。そうですね、決まってないですね、うん、本当、うん、たまたまというか本当決まってないですね、うんうん、それでまあ、6月ですね、はい、6月にバババと終わりまして、はい、何個か決まってますね、はい、はい、ちょっと紹介していくとですね、はい、6月の、あ、もうね、もう iPad 出して僕 iPhone 見られる、6月のまず1週目の日曜ですね、6月6日日曜日、僕たちにとって初めてね、岐阜、はい、はい、岐阜市にあるジャズライブスポットバグさんというところでね、はい、初岐阜ライブ、はい、お世話になります。お世話になります。はい、東海地方ですからね。ね、はい、実は東海地方 2days。 そうなんですよ、6月6日日曜日がこのバグさん、はい、で、次7日月曜日は今度愛知一宮のカフェ&スタジオの花船平さん、うん、っていうところでね、これも初愛知一の、はい、はい、行かせてもらう。楽しみですね。めっちゃ楽しみ。初めてやからね、どんだけね、お客さんもあれかわからないですけど、まあ、今回この、その東海 2days にあたって、うん、2日間ともちょっとゲストということでね、はい、そうなんですよ。まあ、いつもお世話になってる方なんですけど、黒田理央さん、はい、ね、シンガー、はい、一緒にね、ダンサーでも、ダンサーでも、はい、はい、一緒にコラボしてもらおうと思ってですね、ジャズライブスポットバグさんの方では、まあ、ジャズのナンバーを数曲、ね、はい、やらせてもらいます。ジャズのお店ということで。そうですね、ジャズのお店ということでね、うん、まあ、僕らもジャズ好きなんでね、はい、はい、もう楽しみにしてましてですね、うん、で、次、7日、はい、月曜日の愛知一宮のカフェ&スタジオ、花プナヘレさんでは、まあ、ここハワイアン。ハワイアンの、まあ、フラの教室と、ね、カフェをやられているということで、うんうん、しみっちゃんの大好きなハワイアン。おっと、来た。もうね、大体入ってるからね、もうハワイアンね。200曲ぐらいは頭に。そうなんです。すいません。ものすごい嘘ついて、すいません。なので、まあ、リオさんがね、はい、ハワイアンナンバーも歌って、一緒にね、やらせていただけるかなと。はい、もうハワイはね、お大ちゃんね、歌好きやから。はい。でも、でも今回はね、リオさんがおられるんで。あ、そうかそうか。歌ってもらう。まあ、ったりとか。そうですね。はい、なるほど、うん。踊ってもらってもいいですよ、ね。僕ギターはハワイアン好きな人ですか。結構大変なんですよ。
まあまあまあ、とりあえずそうハワイアナバーもお届けしますんで、はい、楽しみですね。はい、ですね、東海地方お近くの方はね、ぜひ、はいはい、来ていただけたらなと。まあ、とりあえず日程だけ今言ってますけど、詳しくはホームページ上がったり、こことか、はい、言ってもらいますかね。はい、言ってもらいますよ。こうね、こうなってですね、はい、6月6日日曜日が岐阜、ジャズライブスポットバグさんで、7日月曜日愛知県はカフェアンドスタジオ花プナヘデさん、はい、これまだはい、ホームページとかでまだ出してないですね。先行ビデオ出してないですね、はい、これどっちが先行するんですかね。多分こっちちゃうかな。こっち、はい、こっち先行で、うん、はい、はじゃあビデオ先行の後ホームページで、まあ、詳しくそこで予約とかしていただけるような、はい、お問い合わせ先をね、載せさせていただきます。はい。はい、ですね、それから6月ね、今これ日本に言うてるんですけど、まだ決まってます。はい。13日の日曜日ですね。これは、大阪豊中の前回させてもらったアルファスピリットさん。はい。早速、はい、2回目ということで、はい、嬉しいね。そうですね。はい。ですね。いやもう前回もね、好評に、たくさんの方が来てくださったんですと、はい。次回、6月13日日曜日は、なんかスペシャルランチをつけた、ちょっと前回とちょっと思考を変えた感じでいこうかと、うん、という話で、まだちょっと詳しくは決まってないですけど、はいはい、まあお食事付きのライブができたらみたいな話は今のところしてるので、うん、まあ、この辺も詳細決まったらね、そうだってめっちゃ美味しかったですもんね。美味しかった、いただいたんですけど、それはぜひ皆さん ねもう食べていただいてんで、まあ、その後にライブを見ていただいてみたいなことで今ちょっと話、ね、はい、させていただいてて、まあ、こちらの方はまだちゃんと決まってないので、はい、詳細は決まってないので、そうですね、まだ近日、はい、ちゃんとね、詳細決めて、はい、ホームページで紹介させていただきます、はい、お知らせさせていただきます。13日日曜日の予定ですね、はい、大阪豊中アロハスピットさんです。はい、それから、6月20日日曜日、もう毎週日曜ですねこれね、6、13、20、忙しいね日曜日は。日曜日は毎週ねもうライブしますよ。こっちゃですよ。日曜日の使者ですね。日曜日の使者。なブルーハーツかなんか。あだ。ハイローズ。使者がちょっと分かりづらい。まだ日曜日ねライブしますけど、この20日日曜日はですね、滋賀県近江八幡、これも初めてのお店です。しかも滋賀県も久しぶりちゃいます。めっちゃ久しぶりです ね。はい。近江八幡は初ちゃうかなって感じですけど、場所っていうかね、お名前じゃないですよ、店の名前ですね、ティースペースサラクさん、はい、チャラク、チャ、お茶の茶に楽しいで、サラクさんというところで、なんかそう、紹介していただいてですね、チャイが美味しいということですよ。マジで？チャイ、そう、チャイ好き。本当に？チャイ好き？インドのチャイやろ？チャイ、うん。あ、好き好き。あ、今の驚きはなんか、チャイ好きの驚きやったから。もっと和風な茶お茶かなと思ってたけど。いやいや、なんか茶みたいですよ。そうだ、めっちゃ楽しいです。チャイはすごい美味しい。チャイ大好きなんで。チャイ大好き。そう、初めて来ましたけど。今の驚きはこう、マジな驚きだったね。そうそうそう。あれ初めて来たぞ、みたいな。実際に言ってないとこはね。生姜入ってるから、僕生姜好きやからね。チャイって生姜入ってたっけ？入ってるね。まあ、紅茶のような中に、はいはいはい、ミルクと、で、生姜やったり、スパイスやったりとか。あ、素晴らしいですね。ほんまだ、チャイ好き。チャイ好きはね、ほんまやね。じゃあ、ぜひこの日、飲めたら、いや、飲めるかわかんないですよ。飲めますかね。はいはい。飲めますか。多分そう、ドリンクは、一応オーダーできるみたいな形で、はい。やらせていただく予定なんで、はいはい、6月20日日曜日ですね。こちらもフライヤーはできております。はい、これは回ってますね。回ってますすいません、はい、ということで、時間とかももう決まってるんで、ここでね、はい、見ていただいて、で詳しくはホームページをって出しますので、そちらの方で予約していただけたらなと思います。はい、6月4本になってます ね、はい、ですね。ちょっと6月忙しいね。いやもう楽しみ、ね、だって初めてのお店ばっかりでしょ、ねね、まあアルハスピリットさんも楽しみですけど、うん、はい、5月はもう、うん、めっちゃ寝といて寝といて何、ね、かしましょうよ。なんかまあ放送ラジオ撮ったりとかビデオ撮ったりとか休み期間じゃないですか、バカンスじゃない。バカンスはまだ早いでしょ。もうちょいね、もうちょい動きましょう。動きの範囲で、ね、そうですね、はい、楽しみですね。そうそうそうですね。なので、ぜひぜひ、ホームページ、ホームページですね。ホームページをホームページってやつおらんですね。おらんですね。多分初やと思いますね。どっからの流されたあれなの。何にも流されてね。何にも流されてねえけど、ホームページを見ていただいてるでしょ。ページ、フラリーパッド、フラリアとフラリーパッド .com と、はい、はい、ですね。をチェックしていただけたらなと。
と思います。はい、はい、まあまあいろいろまたラジオとかもねやっていこうと思うんで、うん、ライブ来れなくてもそちらも楽しんでもらえたりとかしていただけたらなと思いますので、なんせ皆さん体に気をつけて、はい、ね、お互いね、はい、ね、お互いね気をつけていろいろ楽しんでいけたらなと、はい、思っております、はい、ではでは今のところでお会いしましょう。ライブパッドでした。